4人パーティー強くない？ある種暴力的なんだから暴力的なまでの破壊力を誇ってるな。これね、多分あの鎧の騎士がレアドロップで落とすんですけど、2つあればですね、このね、刃の鎧、砕けた鎧を加工し、トゲをつけた鎧、守備力21で敵から受けたダメージの半分を与える。やばくない？そもそも鉄の鎧より守備力高いしね。これ絶対必要でしょう。これちょっと作ろうと思います。これで、準備は整ったかな。姉子の救出作戦に行きますか。着替えよう。これな、刃の鎧。ふい！おぉ！ごついねごついねすげえ。ナイトガンダムみたい。前もこの例えした気がしますけど。バーサルナイトガンダムっぽいな。よし、じゃあこれで、いきますよ。ああ、いかん。これね、やっぱフレームにはまだダメっぽいな。鉄の装備でもダメージを与えることはできない。どうすればいいんだ皆さん、ちょっとさ、あそこの塔のところ行ってみていいかな。これぐらいの距離だったらいけんじゃないの。5ダメでしょ、いけるよな。ここの最短で、うおお、みんなみんな、あー、こういうこと？あー、来るんかい。え？君はどっちだ。あら、もう話しかけられないのか。パーティー組んでると、一人だけ来てくれた勇気を出してなんだろうね。待って待って、ここが調べたいだけなんだ。ほら、あるもんね、宝箱ね。こっち取りますわ。これなんだろうね。おう、あ消費アイテムか。まあまあいいですけどね。埋まってはないかな。いっかな、わざわざ崩さなくて。こっち側は、あ、クエストマークは遥か。遥か南の方か。え、結構遠いのか。なるほどね。こいつな、こいつは特に言及されてないんだよな、今んとこ。自然にいるだけで。危ないよ、危ないよ。今パーティー4人編成だから、このタイミングでやっちゃうのがいいかな。あ、いや結構重いな。こいつはですね、足場を作ると戦いやすいと思います。これでちょっとやってみるか。しかし重いね、攻撃がね。あ、あー、まだダメージ与えられないのか。こんな感じする。なるほどね。じゃあいい、いや、ヒュッヒュッ。多分あれでしょう、フレームとかも倒せるようになってから来るんでしょうね。まあ無駄にはならんだろう。いずれ倒すことにはなるからな。じゃあここだね、ここの先進んでみよう。クエストマークはやっぱだいぶ先なんですよね。で、ここなんかいろいろありそう。入ってみよう。お、あ、門番がいいんだね。なるほど。まあ4人パーティーだから、まず俺がね、一発目やんないとね、みんな行かないのよね。まずリーダーが飲まないと始めないみたいな。すごいノリが体育会系だからさ。ここの人たちさ、よし、いや強い。4人パーティーでずっと行きたい。あまりにも強すぎてずっと怖い。あ、この人は？
なくなっているの。マジかよ、仲間に5人目の仲間かと思ったのに。わあ、なんかいる。いいや、無視して。いや、ちょっとさ、4人パーティー破壊力ありすぎて、絶対ずっとこうはならないんだろうなっていうのをしっと感じるよね。これはちょっとバランスブレーカーっていうかね、このイベントの時だけなんじゃないか。で、この城を抜けるとどっちだ？足場がないから自分で作って進めってことかな。ここよね。作りましょうか。みんなが渡りにくいと思うから見ますね。作ってあげて。大丈夫か？なんか来てる。なんか来てる。いいや、無視して。あー、でここがあれなんじゃない？大金槌じゃないと壊せなかったんじゃないかな。あー、大木槌もうないのか。結構作ったんだけど、うん、ここは突破できるね。よし。で、一応これ敵の城の中っていう位置づけでいいのかな。侵入できた。まあちょっとずつ進んでいきますか。あー、なんかどうやかいる？誰もいない。ああ、休憩ポイントにできるよっていう感じ。休憩ポイントにしとくか。おお、おい、大丈夫か。マジかよ、辛いな。みんなの仲間がな。なんか弔ってあげたりはできんのか。やっぱあれだね、拠点外だとなのか、パーティー組んでるとなのか、わかんないけど、くつろがないね、仲間たちはね。一応、わらベッド作ってあげたんだけど。さあ、じゃあ、進んでいくよ。はあ、なかなか大規模な城だな。これはいいね。これ、朽ちてないバリケードは初めてですよね。これは拠点に使おう。わ、めっちゃ詰めてる。詰め所か。なんだここ、何やってんだ。 3体いんのかな。なんかテーブルを囲んでジェンガとやってるんですかね。なんだろう。おい、あー、酒盛りしてんのかな。そんな盛り上がってはなさそうだったけどな。なんか飲んでたんですね。倒した。特にないか。あ、ただここわーい、宝物だ。おお、あー、力の指輪だ。これはお助系のアクセサリーがこれで3つになったね。まあ、攻撃力大事だよね。 HP10 だからな。じゃあ、こっちかな。攻撃力5と HP の最大値10。これでいこう。こっち側も宝。ああ、なんてこった。みんな、あれなんかな。姉子を助けに来たバロンさんたちの仲間なんですかね。おう。おお、ミミックだ。おい、みんなミミックだぞ。ダメージを、あー、ちょっと踏むのはちょっとあれが、仕方ない。ミミック強い？あー、9ダメか。あ、強い。強いね。お、あー、目覚ましリング。何これ、
これは特殊な感じじゃないの？眠りの誘惑を退ける。あーってことは眠らせてくる敵が出てくるのかね。出てきたらでいいか。で、うわトロールいる。すごいね、なんか本当になんかダンジョン感出てきましたね。あそこも気になるな。まあ近いからトロール行くか。4人いるしね。4人いれば、あのトロールと同じ強さですかね。だとしたら倒してるからね、すでに砂漠にいるやつは。あ、これ壊せない、これ壊せないわ。トロールが壊すとか。おい、どうだ、へいへいそれはずるいなそれはずるい。はあ、ダメだな、あとでか。そんな感じすんね。なんか石とか投げられればな逆に安全に倒すことができそうなんだけどね。銀のナイフとかね。ダメージいく？あー、いや無理っぽいな。となると意外に一本道なのかな。あ、もうクエストマークのとこまで来た。でさらにこっち行くと、あれは宝っぽいよね。取れない状態の宝だな。先に宝の方行こう。タッチ、はー、あー、なるほどね。でも倒せば宝箱取れるようになりそうね。割とシンプルな感じの宝箱部屋だな。あー、砂漠にいたやつはトロルじゃないのか。色違いだな。これがトロルですよね。いや楽だな強いな。お、あ、なんか落としたよ。これ何？これなんだろう。肖像画の話してたね、そういえばね。肖像画ね。肖像画は、お、え、かわいい。これもしかして姉子かな。え、諦めてたのにどうせ荒くれだろうって思ってたのに違う、どうなんだろう、女性の肖像画。超楽しみだなこれな。わー、でお宝は開けます。またミミックだったりして。え、あ、これか。そっかそっかそっか、まだあれだもんね、姉子救出じゃなくてこれが目的だったんだもんな。発明メモを見つけた。うわー、あ、でここでミッションクリアにはなんないんだね、パーティー編成してるからね。でこれはちょっと気になります。はあ、あー、そういうこと。トロル様の戦利品コレクション、トロルがいろいろ収集してるんだな、世界各地の名品、珍品。ん？あ、こっちのクエストマークついてる方ですけど、ここはまだ行けないのかなって推測してるんですけど、ちょっと入ってみようか。あなたは私としたことがって言ってる。おや、君は僕、また怪異か。幽霊ですかね、いつもの。君は僕の姿が見えるのかい？ちょっと今までに見たことない感じの髪型してるね。エルフ耳だな。それでこんなところで何をしに？ひょっとすると、牢に捕らえられている女を助けに来たのかい？これ魔物？魔物族なのかな？敵か？だとしたらやめておくんだね。あんな女を助けると、ろくなことにはならない。ん？どうしてかって。それはね、あの女が人殺しだからさ。
悪いことは言わない。さあこのまま引き返すんだ。この人が幽閉してるってことか。おしゃれだな、もし。で、見える見える。あ、はあ、マジかよ。うわこれ壊せないんか。はあ、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いよ。ね、姉子ね、すごいね。これ。なんで俺を注目するんだよ。これなんとか。おーい。助けに来ました。まだダメなんだなこれな。じゃあ一回、あ、上から入るとか。あー無理だよね、無理だよね。わかりました、一回帰りましょう。一回帰ってなんか作んだよね、きっとね。んいやー、なんかモチベーションが格段に上がったね。すごい、なんか人生の目標ができたわ。あー、これでミッションがね。おー、トロロを倒して発明メモを手に入れたな。あ、発明メモまだちゃんと見てなかったな、持ち物のとこから。どれどれ、ちょっと俺に見せてくれ。ちょっと待って、一応見てからね。機械の作業台について書かれたメモ、それだけか。じゃあお渡ししましょう。ふむ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 。ダメだ、俺には何が書いてあるか分からん。そうなった。難しい、専門的なね、用語とかもバンバン出てくるかもしれないしね。まあとにかくこれでマシンメーカーってやつが作れるわけだよな。そいつがあれば姉子のいる牢屋を壊す強力な兵器を作れるはずだ。楽しみだね、マシンメーカーね。まあなんだって、姉子の牢の前で人と話しただと。お前もいたべがな。まあ姉子が人殺し、言ってた。その牢の前にいたって男が言っていたのか。あんな場所に人がいるとは思えねえ。どうせ夢でも見てたんだろう。あれ魔物が変化してる姿なのかな。お前の夢にかまってる暇はねえ。さっさと姉子を助ける準備にかかろうぜ。気になるな。仲間になるかな。仲間になるよりは姉子を助けた瞬間正体を表してボス戦っていう感じですかね。さあ稲葉、この発明メモの解読は当然のことのようにお前に任せる。まあ俺しかおるまいね。さっさとマシンメーカーを作って姉子の牢屋をぶっ壊す兵器を開発しようや。姉子早く助けたいな。あー、鉄のインゴット、ありがとうございます。でマシンメーカー、おーマシン作れそう。その台、簡単な機械を作るための道具、小型の機械でできた道具などをクラフト可能。なるほどに。これは作るのにはこっちかな。マシンメーカーありますね。あ、で作れねえぞ。あー、はいはい、ガラスはすぐ作れるからね。マグマ岩を使うんだ。へえ。じゃあマシンメーカー作ってみますよ。とりあえず1個でいいよね。まずはね。これで、じゃあ、ここに。4マスか。おー。来ないか。来ないか。じゃあ作れるラインナップを見てみ、あー来たー、すごい、すごい色々作れる。まず木と鉄があるんだね、トロッコもね。へえ。あー、インゴット使うけど、この辺だいぶありますからね。バネ、これは中間素材なんだ。バネとマグマ電池。あー、マグマ岩結構使うぞ。なるほどね。で、線路系ね。あー、カーブとかも作れんだね。直線カーブ、勾配。勾配ね。勾配は多用しますよ。あー、で、これだけか。これだけだ。トロッコ停止板。これで？あ、トロッコで壊すってことなのかな？そういうこと？激突させるってことなのか？あれは誰だ？
ガロンさんかな。あ、ガロンさんでミッション。おお、すげえじゃねえか。マシンメーカーの作り方をひらめいたんだな。ひらメクはひらめいたけどね。で、すでに設置してますけどね。さすがビルダーだぜ。どこの筋肉でそんなこと思いつくんだろうな。そんなことよりマシンメーカーを作ったら次は姉子の牢屋をぶっ壊す強力な兵器の開発。トロッコ？どうだよ稲葉ば、こうドッカーンと、あ、ひらめくんだ、ここで。ド派手に牢屋を壊す兵器。何か思いつかないか。全自動牢屋破壊マシン。よくわかんないけど。強力な兵器をひらめいたら実際に作って俺に見せてくれ。トロッコではなさそうね。もし兵器のための木材が足りないなら、苗木をアジトに植えて育ててから木材にするんだぞ。それはね、すでにやってるんですわ。トリオマジで、すごーい。これだー。鉄の弾を打ち出す大きな砲台。あーで、手動だね、これは。全自動ではないですけど。大弓の上位互換的な感じですかね。で、見てみよう。作れるかな？鉄のインゴットは使えそうだよね。大砲。あー、電池使えますね。なるほど。並べて。並べたいね。これね。それを、そこのくぼみに設置するってことなんかな。そういうことかね。じゃ、やっぱ、ここの塀はいらないのかもしれんな。じゃあちょっとマグマ電池を大量に作りたいので、マグマ岩取ったりとかしようと思いますけど、とりあえずパートの区切りとしてはここでいいかな。次回ね、大砲を作って、で、姉子の救出に向かいましょう。じゃあそういうことでお疲れ様でした。また次のパートでお会いしましょう。さようなら。